はいえー、観光客にとってはハワイってリゾート地楽園パラダイスっていうイメージがあると思うんですけども、えー、ハワイは島国ということで、まあ、家族経営のような中小企業が非常に多くてローカルビジネスにとっては非常に厳しい環境です。で、えーまあ、直接間接を含めると、まあ、ほとんどの企業が観光業に依存されてます。で世界中から集まる、まあ、大きな資本の下でのので開発、まあ、そういったものも 雇用を生みますんで非常に大事なんですがそれと同じぐらい大事なのがこの小さな会社の中小企業が元気になることこれが必要ではないかと考えてます。で我々が大きな問題だと実感しているのはそういった中小企業が作るアロハの心で作られた上質なメイド・イン・ハワイ商品っていうのがたくさんあるんですけども、まあ、知名度が低かったりブランド力がなかったりで、まあ、その奥が埋もれてしまっていると。で これを解決するために、えー、私ハワイでデザイン会社をやらせてもらってますのでデザインの力でハワイに恩返しできないかということでこの統一ブランドによる地域活性化というアイディアが生まれました。ハワイは中小企業が作る上質なハワイ産製品というのがいっぱいあります。そのの多くが知名度の低さから埋もれててしまってまっすで え普段バラバラに活動してるそういうさまざまな生産者メーカーの皆さんと一緒にワンワンワンハワイという統一ブランドで商品開発すす。るサポートをしてますで小さな会社1社ずつじゃできないことでもみんなで力を合わせれば大きな力になると。でメイド・イン・ハワイというもの自体の価値を底上げすることで地域の活性化につなげようという活動です。 でそういった商品を販売することで売り上げの一部をまたハワイの環境文化の保護に役立てるとでハワイに還元していこうでこういった活動をハワイ州観光局やさまざまな業種の企業がみんなで一緒になって取り組んでるという活動です。はい、まず、えー、地元企業、えー、ここをサポートして素晴らしいメイドインハワイ商品を作ろうと。 でこういう良い商品を作れば観光客や消費者が喜んで買ってもらえるとでこれを買うことで売り上げの一部がハワイのの環境文化の保護に役立てられるでこのハワイの魅力を維持すればまた観光客や居住者もハッピーになるとでこの観光客消費者地元企業地域社会これが「ワンハンドワンハートワンホーム」みんながアロハの心で一つになってみんなでハッピーになろうよという思いを込めさせてもらってます。 はい、えー、正直たった2年でここまで広がるとは考えてませんでした、えー、現在50の企業や団体が参加いただいてますで、えー、やっぱり「アロハの心」がベースにあるハワイだからこそ、まあ、ここまでみんなが一つになれたんじゃないかなというふうに実感してますで反響についてですが商品はどれも好評ですで えー、ハワイの観光客、旅行者っていうのはリピーターの方が多くて、で特に熱狂的なハワイファンの方もたくさんいらっしゃいます。でこういった方々は最近旅行に来ると、まあハワイにのために何かしたいという思いで来られる方がたくさんいらっしゃって、でワン,ワンワンハワイの商品を買うことで気軽にハワイを応援できるということで、えー、喜んでいただいてます。でもう一つ手応えですけれども。 えまあ2年たってこのえ活動の仕組みえ地元企業が一緒になって取り組んで,で観光客がお土産を買うことでその地元の地域を活性化させる仕組みこの仕組み自体が注目されてましてえ世界の地方都市の再生であったり大企業の社会貢献活動であったりまあこういった活動の参考モデルとしてえ注目いただいてます。 えーまあ、この優れたハワイ産商品をですねもっともっと開発して増やしていくとでメイド・イン・ハワイの素晴らしさっていうのは商品の後ろに隠れるハワイアンストーリーこれがすごく魅力的なんでこういったハワイのストーリーとともにメイドイイドンハワイの価値を世界へ広めていいいきたいと思いますでその結果として少しでもまあハワイの地域社会が良くなってハワイの魅力を守って。 で観光客や居住者や地元企業みんながハッピーになるプロジェクトを目指していきたいと思います。